品田。はい。一つ頼みたいことがある。何ですか、こんな時に。ドームに行ったら多分ババっちゅうやつがおるはずや。ババ？ああ、黒沢の手下で俺のことを脱獄するよう導き出したやつや。それで何を。そいつにおたらな、伝えてほしいんや。俺はこの町でずっとお前を待っとるてな。は？何ですかそれ。俺はあいつと杯交わす約束したんや。杯？あいつはまだ若い。ぶん殴って目覚まさせてやらんと何しでかすかわからん。せやから遥だけやなく、ババのことも救ってやってほしいんや。たく、義理人情もここまで来るとすがすがしいですね。あ、なんか言うたか。いや、とりあえず今目の前の敵を片付けましょう。ああ。